チャーリー・シーンは、アメリカ合衆国の俳優。ニューヨーク州ニューヨーク出身。父のマーティン・シーン、叔父のジョー・エステベス、兄のエミリオ・エステベス、ラモン・エステベス・ジュニア、妹のレネー・エステベスも女優業をしている、俳優一家として知られる。子役として9歳から父親主演の映画などに出演していた。サンタモニカの高校に通っている時には、友人のロブロや、 クリス・ペンラと共に 8mm で映画撮影を始めている。本格的な映画出演は1984年から。2年後には、オリバー・ストーンのプラトーンに出演して注目されるようになる。続いて、ウォール街、ヤングガンなどヒット作に出演して、スターの座をつかむ。1990年代には、ホットショット、メジャーリーグなどのコメディ映画にも出演。 1993年にはホットショット2で父が主演した地獄の目示録のパロディを演じた。近年はテレビドラマを中心に活動している。2002年から出演したテレビシリーズスピンシティではゴールデングローブ賞を受賞した。2003年からテレビドラマチャーリー・シーンのハーパー・ボーイズで主演をした。しかし2011年に制作者に対して ラジオ番組で暴言を吐き、同番組を降板させられた。以降は再登場していない。2012年からは2014年までテレビドラマシリーズアンガーマネージメントで主演を務めた。私生活では麻薬や発砲事件などのトラブルが多い。1990年には当時交際していたケリー・プレストンに誤って発砲して怪我をさせるという事件を起こしている。 アルコール依存症で療養所に3ヶ月間入院したこともある。また、5000人の女性とセックスしたというほどの公職感である。2015年11月17日、米 NBC テレビのインタビューで自らが HIV 感染していることを公表したが、発症はしていない。代表作の一つであるメジャーリーグシリーズでは野球選手を演じたが、現実でも 野球経験者であり、監督のデビッド・エス・ウォードが一作目の DVD 内のインタビューで述べた内容によると、高校時代はプロからもスカウトされたことがあるほどの腕とのこと。なお、シーンはステロイドを出演時に服用しており、それによって球速が10キロほど上がったが、もともと127キロ出ていたことを後のインタビューで答えている。3度の結婚歴がある。 1995年9月3日から1996年11月19日まで、ドナ・ピールと結婚していた。ピールとの離婚後、女優デニス・リチャーズと2002年6月15日に結婚。彼女との間には2004年に生まれた娘のサムと2005年に生まれたローラ・ローズがいるが、2006年に離婚し、真剣争いがタブロイド誌を賑わせる結果となった。 2007年7月に不動産投資家のブルック・ミュラーと婚約2008年5月に結婚2009年3月14日に双子の男女が誕生2009年12月25日家でブルックと喧嘩をして突き飛ばしブルックが警察に通報ドメスティックバイオレンスによる暴行容疑で逮捕されたその後8500ドルの保釈金を支払って 保釈されたが、2010年2月8日に、脅迫や暴行などの容疑で起訴された。2010年11月、ブルックとの離婚を申請した。結婚はしていないが、高校時代の恋人である、ポーラプロフィットとの間に、娘のカサンドラがおり、彼女の結婚式の際には、花嫁の父として、バージンロードを歩いた。また、2013年にカサンドラが出産したことで、 47歳にして孫を持つ身となった。ツイッターのフォロワーは200万人以上になってギネス記録になる。トラブルメーカーのイメージが強いが、美顔もあり、難病のチャリティ活動アイスバケツチャレンジでは氷水をこむる代わりに自宅で鍋を頭の上に持ち上げ、ひっくり返したところ、中からはお札がこぼれ落ちてくる映像をインターネットに公開。本人は、親、 氷じゃないね。これは1万ドルだ。僕はこれを全額 ALS 基金に寄付する。氷は溶けるけど、このお金は役に立つからね、とコメントしている。2009年10月、米テレビガイド氏が最も稼いでいるテレビ俳優を発表し、人気コメディ番組 2&A ハーフ面の出演料が30分の1エピソードで82万5千ドルになることが分かった。 これには出演料の他に番組の権利などの取り分も入っている。2009年11月、経済誌、ホーブスがアメリカのテレビ界で最も稼いでいる男性のランキングを発表し、2008年6月から2009年6月までの収入が2100万ドルで4位にランクインした。2010年8月、テレビガイド誌によると、 チャーリーシーンのハーパー・ボーイズの1エピソードあたりの推定出演料が125万ドルになることが分かった。2011年2月、レーダーオンラインによると HBO でシーンにス・ S、コーナーと題された新たな主演ドラマが計画されている。30分番組になる予定で制作が決定すれば1エピソード500万ドルのギャラを獲得することになる。 チャーリーは、レーダーオンラインの取材に、HBO でとりあえず10エピソードの番組を作る契約が最終段階に入っている。いろいろなタイプのゲストを呼んで真実とくだらないことに焦点を当てた最高の番組になる予定さと語っている。さらに tmz.com によると、チャーリーはクビになったテレビドラマチャーリーシーンのハーパーボーイズでの8年間を綴ったバクロ露本。 ウェンザラフターストップとの出版もしようと思っているらしく、執筆量1000万ドル以上で出版社を探している最中である。2011年5月、TMZ によると出会い系サイトのエスタブリッシュメントドットがチャーリーに対して300万ドルのギャラで広告に寄与したいと申し出た。この会社はチャーリーを宣伝だけでなく社長として据えることをも考えており、 チャーリーが引き受ければ、プロモーション、広告、販売など、すべてに関わることになる。契約には暴言を吐いてもクビにされないという条項を盛り込んだとも言われている。2011年9月、TMZ によると、ワーナーブラザースとクリエイターのチャック・ローリーを相手取り、高額な賠償を求める訴訟を起こしていたチャーリーだが、ワーナーブラザースから1億ドルを受け取ることで時断が、 成立した。チャーリーは2週間以内に2500万ドルを受け取り、残りは7年から10年にわたり、再放送の収益から支払われる。側近の2500万ドルはチャーリーがクビになる前の出演料と放送による収益を算出した額ではないかと推測されている。2011年10月、経済誌ホーブスが、 テレビ界で最も稼いでいる俳優のランキングを発表し、2010年5月から2011年5月までで4000万ドルを稼いで1位にランクインした。2016年には浪費がたたり破産したことを公表した。ありがとうございます。